J1 昇格プレーオフ、ポー、決勝東京 V11 清水、2023年12月2日、国立。J1 昇格プレーオフ、ポー、決勝が2日、国立で行われ、リーグ戦3位の東京 V は同4位の清水に1対1で引き分け。清水より年間順位上位のため、16年ぶりの J1 復帰が決まった。この結果 今季の明治安田生命 J2 からは優勝した町田、2位の岩田、東京 V の3チームが昇格することになった。J1 昇格、最後の椅子をかけ、史上初となる93年 J リーグ開幕時に名を連ねた、オリジナル10の名門クラブ同士による4決勝が実現。引き分け以上で8年以来の J1 復帰が決まる東京 V は前半から劣勢の展開となるが、 今季 J2 最小の31失点だった自慢の犬種で決定機を作らせなかった。0対0のまま後半へ折り返すと、同17分に自陣ペナルティーエリア内での競り合いから MF 森田の左腕にボールが触れたとして、主審が PK を指示。これを FW チアゴサンタナに決められ、先制点を許した。追い詰められた東京 V だったが、後半アディショナルタイムに劇的弾。 土壇場で PK を獲得すると、FW 染野が騎士快晴の同点ゴール。1対1の引き分けで J1 復帰が決まるとイレブンは歓喜の涙。一方、目前で昇格を逃した清水イレブンの目にも涙があふれていた。